野人女ジ,ジカは、女ジ家の集団のうち、南西の県州ジ女ジキ、北西の海西女ジカを除く、東北方に居住していた集団。民末新書には、ウェジブ、ワルカブ、クルカブの三部が存在し、万寿政権からは、東海三部と総称されていた。1596年から1625年にかけて、ヌルハチガ軍を送っている。本来、 民発から中期にかけて、同じ化の分類は、賢州、海西の二つであり、野人同じ化という分類が、資料に出現するのは、万歴年間以後である。この頃は女児化内部でフルに四部が流星しつつあった時期であり、それまで、海西同じ化という子が、アムール川中流域の同じ化をも含む、繁栄であったのが、海西イコールフルに四部と指す対象が、狭められるようになっていた。 これに対応して、フルに四部を除く、九回、西守文の女子家を指すごとして、野人女子家が形成されたと考えられる。また、李氏朝鮮では、賢秀女子家以外の女子家を、おらんけ、こつ、敵公の二つに分け、さらに、ウディゲをフルムディゲクルカウディゲ、諸星ウディゲに分類していた。このうち、ワルカクルカウディゲ、諸星ウディゲが民でいうところの、 野人を同じかに相当すると見られ、17世紀の満州語資料が記す東海三部とも対応する。明朝がアムール川下流域における、当地の拠点としたヌルカンには、漢文とモンゴール語、助真語の3つの言語で記された碑文が残されており、この碑文において、野人という漢字に対応するモンゴール語、助真語は、ウジガンウジゲンと記されている。これは、ツングース語で、 森の人を意味するウェへ、誓いがなまったものであり、民において、野人と呼ばれた集団は、領代より存在する木筆の光栄であると、考えられている。女性贈呈、清文館、牧十両年商談案館、満州実録、植箱、牧三両年商談案館、満州実録、植箱、牧三両年商談案館、満州実録、植箱、健一。 麻酔ひろや2008、18ページ、麻酔ひろや1996、おさだなつき1958。ありがとうございます。